2022-23 シーズン NBA チャンピオンはデンバーナゲッツに決まりました。おめでとうございます。いやー、ジャマルマレー泣いてましたね。サムネにもありますけど、アーロン・ゴードンも泣いてました。他の選手もね、ブルース・ブラウンなんかも考えにふけって棒立ちになっていたりとか、いやー泣けてきますね。なんかエースのあいつがそんなに喜んでない、なんか真顔なんだけど、え、何、嬉しくないの？え？優勝だよ？優勝！ファイナル MVP だよ？もちろんですね、喜んでないわけではないんですよ。こう、お子さんを抱えて、お子さんにね、優勝キャップかぶせて、まあ、キスしてたりとか、まあ、ところどころ喜んでんのかな、みたいなね、感じはニコラウキッチさん見せてたんですけど、最後ね、集合写真撮るときとかね、楽天の NBA で最後の方で写ってたんですけど、まあ、みんな前出てさ、わあ、これがファイナルトロフィーだ、よしよし、みたいな、喜んでたんですよ。一番後ろの左端、まあヨキッチしか見たら右端にいて、ずっとお子さんに、どうだ、うるさくないかこの雰囲気、みたいな感じであやしてて、なんかお子さんの方がね喜んでたよね。泣いてほしかったな、感情表に出してほしかったな、なんかね、なんとも言えないわ。皆さんぜひツイッターをやっていたらね、NBA でちょっと検索してみて、公式とかが出してるんですけど、なんか最後のシャンパンファイトとかね、こう、いろいろ喜んでるシーンとかがね、ナゲッツ選手映ってたんですけど、ヨキッチだけこのシャンパンを振ってさ、こう、ビューって飛ばすやん、シャンパンファイトって。やり方がわからん、みたいな。なんかこう、パーティーで一人ぼっちだけ隅にいて、わー、あいつはなんか喜んでるわー、みたいな雰囲気出してて、まあ、ヨキッチらしいなーとは思いました。なんか他にもね、ヨキッチがマレーを抱えてプールに飛び込むみたいな、そこは喜んでたんですけどね。はい、まあ何はともあれおめでとうございます、デンバーナゲッツ。で、今日の試合もね、軽くおさらいしていこうかなと思うんですけど、まあ第1クォーターからね、ナゲッツ強えなみたいな入りだったよね。最初のゴールとかはね、ストゥルースとかがヒート決めてて、おヒート今日はいけるかと思ったけど、すぐに修正してきた。タイムアウト確か取ってなくて、そのまま選手たちに任せて、 KCP やアーロン・ゴードンがね、流れを逆にナゲッツに持ってきたみたいな第一クォーターの入りでしたね。ただそこから前半はナゲッツ結構いいオフェンス展開できてて、ワイドオープンのスリーポイントも打ってるには打ってるんですけど、本当にスリーポイント入んなくて、でそこをねヒートがなんとかついて、ヒートは逆にねそんなにいいオフェンスじゃないんですけど、なんとかなんとかナゲッツがスリーポイント外してくれてるから、カウンターのディフェンスとかで得点を取って、前半はねなんとかなんとかヒートペースだったんですよ。ただやっぱりもう前半の時で気になってたのがジミー・バトラーっすね。まあここのシリーズ通してなんだけど、本当に前半の出来があんまり良くなくて、 KCP とかブルース・ブラウンとかジャマール・マレーとかガードプレイヤーをなんとか狙いはするんだけど、そんなに効果的なポストプレイが展開できてなくて、もう今日は前半に関してはね、まあ第3クォーターも含めてかな、クリーンブロックとかもあって、もう完全にナゲッツに止められてましたね。ここがもうちょっとね前半で点数取れてたらね、第4クォーター楽に戦えてたんじゃないかなと思うんですけど、でもって第3クォーターに入ってもナゲッツシュートの調子がいいわけではなかったんですけど、MPG あたりがリバウンド今日すごい頑張ったね。 MPJ 全然やっぱスリーポイント調子このシーズン上がらなかったんだけど、今日結果的に13リバウンド取ったんだけど、そこからの2点とかで繋いでたんで、いや MPJ ここ役割をね、全然スリーポイントは与えてもらえなくても2点でちゃんと繋いでたってのはすごい偉い部分かなと思いましたね。あとはやっぱクリスチャン・ブラウンよね。彼もめちゃめちゃリバウンドだったりディフェンスハッスルプレー超頑張ってた。彼自身もねインタビューで、僕はオフェンス期待されてないんだけどディフェンスリバウンドで貢献するんだみたいなことは言ってて、いやめちゃめちゃ偉いプレイヤーだなって思いましたね。でまあ第3クォーターはねナゲッツにヒートも追いつかれてしまって、第4クォーターもなんだけど、まあラウリーとかね頑張ってたよね今日に関しては。なんかゲイブ・ヴィンセントがねゲーム1とかゲーム2は良かったけど、そっから徐々に停滞してきた中でハンドラーとしてスリーポイントラウリーが繋いでたって感じで、バム・アデバヨもねシリーズとして不調なタイミングがそんなになくて、今日は20点で止まってはいたんですけど、リバウンドとかディフェンスは超頑張ったんで、そこでヒート持ってたかなって感じだったんだけど、やっぱ後半からナゲッツの追い上げをヒートは食らいましたね。バトラーもね5分切ったあたりでようやく連続3ポイント決めたりとか、3ポイントファールもらったりとか、そこから頑張りはしたんだけど、本当の本当の最後よね、ラストショット託されてたんだけど決めきるっていうか、シュートに行くことができなくて、でパスに逃げたところを KCP がカットして、ヒートがファールしてナゲッツボーナススローを決めて、まあ万事休すって形でナゲッツ勝利でしたね。でもって今日は超ロースコアで、ヒート89でナゲッツ94
24点っていう感じだったんだけど、ナゲッツがめちゃめちゃ下振れた試合内容ではあったんだよね。本当に生命線のスリーポイントが入らなかった。しかも今日に関してはね、前回暴れていたアーロン・ゴードあたりなんかには本当に仕事させなくて、まああとナゲッツめちゃめちゃフリースロー外してて、ゴードもその一人なんだけど、そうアーロン・ゴードのダンカーズスポットからヨキッチからのパスでそのままダンクみたいな感じのプレーとかも見られなかったんで、ヒートディフェンス自体はめちゃめちゃ良かったんですよ今日。ジャマール・マレーのこともね14得点止められてたんで。ただやっぱオフェンスよ、オフェンスどうしてもクリエイターが足りないね。ジミー・バトラー最後こそ頑張ったけど、前半やっぱオフェンス止めてたんだよなバトラーが。っていうのとタイラー・ヒーローがね今日クエスチョナブルまで上がってたよ、もしかしたら出れるかもっていう。ただ結局出れなかったよね。だからまあヒーローがいたらね、もしかしたら不調のスリーポイントある中でクリエイトしてヒーローが点つなぐみたいな場面があればもしかしたらとは思ったけど、でもまあやっぱナゲッツがこんだけ下振れて勝ててないんだったら、多分ヒーロー来てもゲーム5は勝ってたかもしれないけど、ゲーム6で負けてたんじゃないかなって思いますね。まあしょうがないことではあるんだけど、バムアデバヨだよね、44分出てる。もう本当にかわいそう。今日ゼラさん出てないっすか？あ、1分だけ出てるわ。ちょっとだけ出てるけど、ほぼ出てない。ケビン・ラブがね、今日頑張ってはいたんですけど、いやー、ここだよな、オフシーズンの補強。本当に15分出せるセンターをマジで獲得してほしい。で、対するナゲッツなんですが、ニコラ・ヨキッチ28得点、16リバウンド。まあ4アシストなんで、そう、ヨキッチのアシストが少ない日ってのはな、ナゲッツ負ける傾向があって、なんでかっていうと、スリーポイントに対してヨキッチがアシストしてるけど、それを選手が決め切れてないから負けるっていう傾向がナゲッツにあったんですが、今日はなんとかヒートがオフェンスも下振れてたんで勝ちましたねってところ。ただ皆さん知ってますか、これ平均じゃなくて総得点ね。ニコラヨキッチ1位、総アシストもヨキッチ1位、総リバウンドもヨキッチ1位だからね。あー文句なし、マジでもっと喜べよ本当に。もう次世代の王がさ、俺はさ、まあもうないと思うけど、ザイオンとかさ、ルカとか、まあ銃見せびらかさないジャとかさ、まあ、アメリカ人でもっと言うとテイタムとかもね期待してたんだけど、あらら、ニコラヨキッチになるのかっていうところですよね。これもツイッターで見たんですけど、なんかナゲッツ木曜日、現地時間の木曜日にパレードやるんですけど、ヨキッチ楽しみにしてますかみたいなインタビュアーの人に対して、ヨキッチがいやマジで早く家に帰りたいって言ってて、本当に本当にこのおっさんマジでと思ったね。まあ何はともあれおめでとうございます。結構初リングの選手多いですからね。ディアンドレ・ジョーダンとかね、3分だけ今日出てましたからね。あ、ここで出るみたいな。うわー腹立つ、あいつリングだけ取りやがって。まあでもおめでとう、クリス・ポールとグリフィンより先にジョーダンが取りちゃいましたね。あとイシュ・スミスとかトマブラなんかもねトレードデッドラインできて、レジー・ジャクソンもかバイアウトできて、まあほぼほぼ出てないですけど、まあおめでとうございます他の選手も。ちょっと話は戻っちゃうけど、ヒートどうするんだろうね。まあヒーローとオラディポがいなかったって言い訳ができるとは思うけど、まあこのプレーオフ実力以上のものが出せすぎてるから、これを来年再現性があってやれるかっていうと、どんどん苦しくなってくると思うよね。ラウリーも年も年だし、バトラーもこっからどんどんやっぱ下がってくるんよ、年齢も年齢だからね。でバトラーが入ってきてからは確かにプレーオフでいいところまでは行く、今年もでファイナル2回目だしね。ただ大事なとこで勝ちきれないんだったら現状維持だと厳しいんじゃないかなって僕は思いますね。今年ドラフトで18位指名権は持ってますが、即戦力指名なのかな、やっぱ再建にはまだ向かわないだろうから、ファイナル行っちゃったからね。でもその18位指名権でどうなるとも思えないんだよな。だから噂に上がってるデイミアン・リラードを取るっていうトレードが起こったとすれば、また話は変わってきますよね。さっきトレードマシンで軽くいじってみたら、一応ダンロビとラウリーをパッケージにしてリラード取るときに、まあ、指名権を1巡目2枚と2巡目2枚だったらつけられたんだ。そこでブレイザーズが納得するかちょっと微妙なんだけど、やってみてもいいよね。まあ何はともあれオフシーズンの動きはまだ全然予想はつかないんで、今シーズン自体はお疲れ様でした。プレーオフバックス破って、ニックスも破って、セレッツとは大熱戦演じて、本当にこのプレーオフ一番盛り上げてくれたチームはヒートです。ナゲッツは優勝したけどねっていう。というわけで皆さん、今シーズンもお疲れ様でした。試合がなくなる、暇になるね。まあでもね、ストーブリーグってオフシーズンはね、選手の動きまあ今年は活発にあるだろうし。
あと来週にはね23日日本時間だとねドラフトも控えてますし、で8月末から9月にかけてはワールドカップもあるから、まあサマーリーグもね興味ある人あると思うし、なんだかんだ今年のオフシーズンは忙しいと思うんで、まあそこを楽しみにしつつ試合に関しては10月の末ぐらいからまでお預けというところで、本当にお疲れ様でした。僕もねジャパンゲームから YouTube 始めて、そこから9ヶ月とちょっとくらいなんですけど、今1万3000人と400人くらいかな今。いや本当にありがとうございます。ここまで来ると思わなくて、マジで今レイカーズのことやれないからやってないけど、本当にレイカーズっていうチームを応援してそれを YouTube でコンテンツとして推し続けてよかったなと思ってます。まあ、だからオシーズンちょっと不安ではあるんだけど、いろいろそれでもね皆さんを楽しませられるような企画であったり、こういうラジオはねこれで編集しなくていいんだったら毎日出せる感じなんで、はい、まあなんだかんだショーツとかもすごい今1日2本3本投稿もしてるから頑張っていきますんで、オシーズンも休まず行かせていただければなと思っております。で最後ね、いい終わり方じゃないんだけどちょっと言いたいことある。本当にこれだけはしてくれ。マジで10万人超えてる NBA YouTuber 動画出せよ。今シーズン終わったぞ。いやこのね収録時点では今日動画出てるかどうかわかんないから、もしかしたら今日ねあの R から始まる NBA YouTuber とか B から始まる YouTuber とか A から始まる YouTuber 10万人超えてるだろ。いるだろマジで。本当にプレイオフ中動画出さないんだあいつら。いや俺悲しいわ。いや俺好きなんだよ彼らのことは。好きなんだけどリスペクトしてるんだけど、動画出さないんだったらファンとしてリスペクトできない。だから俺は一緒に盛り上げていきたいのよその方とね。まだ全然上だから生意気言ってると思うんだけど、もしねもう今日動画出さないんだったら、俺多分オフシーズン中彼らに対してブチギレてる。どんだけ動画出してなくてこのバスケコミュニティを盛り上げてないっていうことに貢献してるかっていうのを動画にしたいと思います。というわけですいません、こんな終わり方で。僕はオフシーズンも頑張りたいと思いますんで、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。僕はバスケコミュニティを盛り上げるために動画作ってます。というわけでありがとうございました。さよならっす。